上がるんで説明します。もう一回、病院案内貸してください。それでですね、薬は食欲があれば食べ物に混ぜるのが一番いいですね。ただ注射器も出しますんで、ちょっとお水飲む練習をするのは将来的にはいいかなと思います。2種類の薬が出ますけど、 A の薬、これはね1日2回でも、どうしても無理だったら1日1回でね2袋飲ませる。でも分けた方が良い効果的です。はい、でこの中に入るのがエンドフロキサチン、抗生物質です。で口腔内にもよく効くと思います。はい、口内炎というか炎症が起きてるんですけど、2時間線を抑えたい。それからジモベンタン、ベンタンは心臓とか腎臓の機能を高めます。具体的には心臓そのものの収縮力をちょっとだけアップします。ギュッと、それで全身の血管を広げる。ごめん、薬袋用意して、薬袋書いてないから。そうすると何が起きるかというと、ギュッと収縮して血管を広げれば、血液がよく全身に回ってくれて、心臓の負担を和らげたり、腎臓の血流が良くなって腎機能が高まります。それからもう一個ですね、もう一個じゃない、まだいっぱいあるんですけど、エナラフリル、これは血管拡張作用があるんですけど、まあ一つぐらいかな。こちらの方が血管を広げてくれますね。次、ウルソ、ウルソでオキシコール酸って通称ウルソって言うんですけど、これは肝臓の働きを高める。それから肝臓の中に胆のうってあって、その胆のうから胆管が十二指腸に出て胆汁が出てるんですけど、この流れを良くする。胆汁は働きは脂肪の消化を助けてくれる。あとはモサプリド、この辺人体薬なんですけど、胃腸の動きを良くして食欲が減らないように、胃腸機能を高める。それからステロイド1日1回です。はい、メトクロプラミド1日1回ですね。これも胃腸の機能を高める、プラスちょっと吐き気を抑える働きがありますね。はい、そんなところかな。であとは総合、タウル、肝臓元気にするサプリメントと、それから総合ビタミン、ブドウ糖、ブドウ糖はちょっと甘みをつけて飲みやすくするというので、ね、あとプロバイオティクス、プロバイオティクスというのはヨーグルトかと書いてあるんですけど、腸の善玉菌で、腸の善玉菌を補ってあげると腸の環境が良くなる可能性があります。そうなってくると自分で治す力、腫瘍と戦う力、免疫力が高まる。あともう一個、アガリクス、これはキノコです。キノコ類にはベータグルカンという成分が入ってまして、これも免疫力を高める。こんだけのものがこちらに入ってます。一つの方に、まあ、体重が311しかないからそれぞれは少ないんですけどね。でもまあこんだけの中にこの子に体重に合った量が入ってるところですね。で次 B の方、B の方がですね、とりあえず1日1回で、この1日1回は最大で、まあ、1週間から2週間です。で それ以上は2日に1回にします。でとりあえずは 1日1回飲ませてください。でこれにはね、プレドミゾロン、プレドミゾロンというのは消炎鎮痛剤です。当然あんな口の中腫れてたら痛いと思いますから、痛いって言わないだけでね。で痛みを和らげて炎症を進める。でこの消炎鎮痛剤ってね、ステロイドと非ステロイドあります。非ステロイドでこっちです。ステロイドの要はステロイドホルモンですね。でステロイドホルモンの中で一番よく使うのがこのプレドニゾロンという副腎素ホルモンです。人間でもそうです。
で、ステロイド効くと副作用のことがちょっと心配じゃないですか。で、まずいい作用ね、一番の消炎鎮痛作用がある、痛みを和らげる。それからあとは食欲が増える可能性があります。それからあとお水を、喉が渇いてお水をたくさん飲む。そうするとおしっこがたくさん出る。こういう、これがまずですね。で、良くないの、これはですね、感染に対して弱い、感染に弱くなります。余計口内炎が悪くなることもあります。だけど口内炎の炎症が沈める働きがあります。だから細菌感染に弱い、だからそれを防ぐためにこれが入っているわけですね、抗生剤。それからあと2週間以上長期投与、毎日飲んじゃうといろんな副作用が出てくるんですけど、あの2週間以上ね、なんだっけな、皮膚が薄っぺらくなると、傷しやすいとか、それからあと、ステロイド性の過呼吸、呼吸が速くなっちゃうこともあります。それからあとは転換とか神経症状が出る子もいます。まあこれでも相当進まんと、使わんとならないですけどね。で、さっきさ、私これ2日に1回で言ったでしょ、2日に1回にするとこの長期投与の副作用はほとんど出ません。ただ感染に弱いは、2日に1回でも 出ますね。で、まあとりあえずそういう薬と、それから抗生照射療法と、これで、あとこの健康チェック表をつけてもらって、ちゃんと体重が維持されてることがまず絶対条件。減っていくようだったら、まあ、食べてるのが少なければ少し流動食作って栄養補充した方がいいかなと思います。ご質問ありますか？ AD 食べる。あ、食べる。あれ出しました、あの缶詰。それすごい食べてるなと思って。この薬を餌に混ぜるときは、あの缶詰に混ぜてください。溶いて混ぜるとかですね、そのまま混ぜていいです。こういう匂いする。で、これがね、150g ぐらい入ってるから、5g ぐらいでいいよね。5g ぐらいってことは何個に割ってなくなる。150÷5 は30回分か、30個ぐらい、まあ、大体 5g から 10g ぐらい食べきれるぐらいの量。それ何 g 入ってんの今？これ 10g。 あ、 10g 追加で 10g じゃあ 5がいいね。 5g にさ、あの缶開けたら、缶のまんま入れること開けたら 2、3 日でダメになっちゃうから、 5g ずつあのラップかなんかにくるんで冷凍保存してください。はい、それで使うときにレンジ使ってチンして一肌ぐらいになってこの薬を混ぜてもらうと。そうすると多分あれ好きだったら2回やれますよ、きっと。じゃあこの今の薬と混ぜて、そうそう、もちろん今の薬と、それから AD、 この、あの缶詰を混ぜて、それから主食はやっぱハリネズミフードを食べてほしいから、ハリネズミフードは今まで通りやってください。はい、だから一応注射器は1本、2本出しておきますから、お水飲む練習、このサイズの注射器出しておきますんで、ほんで 0.51、まあ 0.1 ぐらいかな、ちょっとずつ飲ます練習してください。なんでかというと、そのうち食べんくなってくるんですよ。そうするとお水飲む練習ができてると、注射器にさ AD とかハリネズミフードとか詰めて栄養補助してあげれるとね、頑張れるかなと思うんで。多分栄養を取らんと、要はね、腫瘍がんで亡くなるというよりも、がんがあるために栄養失調になって亡くなっちゃう、がん性悪液質って言うんですけど、それでなるんで、これと共存してもらうしかないということ。こっちめっちゃ好きじゃない、好きみたいね。ただあと、もうちょっとだけお話します。